国鉄多岐7300経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。多岐7300型は、1959年3月24日から1966年10月22日にかけて523両が川崎車両。 日立製作所の2社にて製造された35トン積のセメント専用のタンク車である。記号番号表記は特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。落成時の所有者は岩木セメント、川崎セメント、東北開発、大阪セメント、電気化学工業、住友セメント、明城セメント、日立セメント、野沢石綿セメント、富士セメントであった。 普通構成のタンク帯に、初期車は3個、後期車は4個の積み込み口を持ち、200方式はエアスライド式であった。本車は、その後の多機1900型などの40トン車の基本となった。車体色は黒色、寸法関係はロットによる差異があり、以下一例を示す。全長は1800ミ、mm、リメートル。 全幅は二千四百七十四ミリメートル、全高は三千六百八十ミリメートル。台車中心間距離は六千七百ミリメートル。事用席は二十八点零立方メートル、地上は十六点零から十七点。五トン。換算量数は、席車五点五、空車一点六であり、台車はベッテンドルフ式の tr 四十一 c であった。一九百八十七年四月の。 国鉄分割民営化事には81両の車席が JR 貨物に継承されたが、2001年度に最後まで在籍した22両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。